さあ始まりました、ウエトチャンネル。ハローサスケです。アコギくん、今日は1月1日です。動画自体はですね1月の3日だと思うんですけども、今日1月1日朝5時に起きてアウトレットの方に行ってきました。なんだアウトレットで買ってきたものはこちら、じゃーん、アディダスか。わかりましたね。アディダスの福袋のこのカンカンバージョンってことですね、はい、しっかりこれ欲しかったんです。1年前から青キングが欲しいと言って来たんだよね、はいはい、で俺はちょっと福袋の方が欲しかったんで、1月1日の動画であげた福袋、私のお年玉だって言って買ったんですけど、これ青キングお年玉で買ったみたいです。これ1月1日にならないと出ないんで、なくなる前に朝5時に行って朝5時に出て7時に着いて、はい、10時に店オープンだから3時間並んだんですよ。ごっかんね、一度間違えましたよ。そうで今回2個買ったんですけど、はい、2個買った理由としましてはですね、違うものが入ってるかどうかの検証も踏まえて2個買ったんですよね。福袋だからね、何が入ってるかわからないし、それが1つ1万800円、サイズがあって、うん、M、L、O、XO っていうのがありました、はい、でこれは L サイズを買ってきたんだよね、両方とも L サイズ。ちょっとさ、これインパクトがすごい、どんだけ入ってるか分かんないけど、しかもこれ椅子になるカンカンだけでさ、もう何千円ぐらいの価値あるわけでしょ。ある、ちょっと開けましょうや。何が入ってんの、もしかしてアディダス以外のものが入ったりして、それなら驚き、楽しみー。いくか、これ福袋よりもワクワクするわ、蓋だから。おら、あ、缶の中にまだ見えないようになって、あ、椅子だ、クッションや。この上にこうやってやんだよ、嫌だー。うわ、これ座りながらタバコ吸いだよね。座るよ。まず一番上、これが出てきた、これが出てきた、これだけで1000円ぐらいこれある見てこれ、じゃーん、もうこれが何もない。お、もう、え、あ、ちょっと待って、この袋の中に何が入ってるのか気になるわ。で、自分たちが行ってきたのが幕張のアウトレットだったんだけど、約250個これが売ってたんだよね。うわっ、うわー、できた、できた。これはあれ、これさ、1月1日のあの福袋に入ってると同じやつじゃない。じゃん、パールパンツ、ほら、アディダスのマークついてる。1月1日の公開したやつと同じやつだ、これ3490円。メッシュについてる。あ、そうだ、これ言ったもんね。続いてこちら、じゃん、アディダスの T シャツ。これも入ってましたよ。デザイン性がある、あんまりスポーティーじゃないタイプのシャツっていう。これ2490円ですね。こちら、あ、あれ、じゃん、こちらスウェットですね、パーカー。スウェット6990円。これも前の入ってたね、やつに入ってたね。あの、胸出すのね。で、こちらがこれの下、もも出す。続いて、これはセットアップですね。ジャージの下方線上下、いや、これも入ってたよね。入ってた、途中で切れててめくりやすいって言ったやつっていう感じですね。それが3万円相当だね。1万800円で買えるんだ。プラス感、そうなんだ、なるほどね。1月1日に買ったアディダスのこの福袋なんだけど、この中に入っているものが全く一緒のものが入ってる。このリュックが付いてるか、この缶かっていう違いだね。だ、どっちが欲しいかによるよね。バッグ欲しいならこっちだし、缶が欲しいなら1月1日になる。で、やっぱり1月1日に並ぶというレア度。でも中身だけがいいならこれでもいいわけだもんね。そうだね。で、中身違うんかな、これも。いや、わからない。そのためにもいっぱいあるんです。なるこれで一度ったらもう全部違う。そういうことですね。お、で、これも同じくね、椅子見ましたね。じゃん、これはもうほぼ格で一緒っぽい。さっきのグレーのやつ思いっきり見えてるよ。一緒じゃない。いや、わかんない、同じ色のだけどデザインがちょっと違ったりするかもしれない。じゃーん、こちら、あ、これさっき見せたやつ、はい、短パン、Tシャツ一緒でございます。まだわかんないよ、まだわかんないよ、まだわかんない。お、さっきと一緒ですね、これね。上下で、これの上下ね、まだあるよね、まだあるね。お、お、あ、これさっきと同じね、はい、これも一緒、はい、でもさらにあるわけでしょ。はい、全部一緒です。お、ジーンだ、一緒なんだ。だからどの缶を買っても一緒ですよってことだから。メンズだったらね、他にレディースとボーイがあったから、これ俺ら L サイズ買ったけど、もしかしたら M とか O とか XO で違うのが入ってる可能性もあるよね、ということでした。だからこの缶が欲しかったらもう正月から並べやん。これメンズみんな言ってるとこあるよ。そう、ワクワクするもん、これ。これかっこよすぎない。というわけで、ディダス缶まだ販売している店舗があるかどうかちょっとわからないんですけれども、もしかしたら残ってるところもあるのかな。うん、ね、また来年もね、きっとあるでしょうから。これ毎年やってるからね。毎年やってるから、はい、ぜひ来年また違う中身かもしれないしね。はい、皆さん買ってみてください。はい、アディカンでした。はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。おー、それではまたね。
24時間生活したいと思います。出ました。はい、出てきました。4、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 4